こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、レッド・ツェッペリの移民の歌ということでですね、これやっぱりあーっていうメロディを聞いた瞬間に、あー、この曲知ってるっていう人すごく多いですね。なんかまあテレビとかの挿入歌にもよく使われている曲だと思うんですけど、もちろんこの曲を僕は演奏することは今までなかったんですが、この曲は元から好きだったし、このバスドラもね、ドラムのパターンずっと同じなんですよ。なので、なんかこう、よくこう、レッスンではこのバスドラの踏み方っていうのをよく使ってたんですね。実際一曲を通して演奏してみると、すごいいろいろ発見があったので、やっていきたいと思います。イミグラントソングですね。これは移民の歌という、移民っていうのは何かっていうとですね、北欧の、白夜の国から、人がやってきて、西の海岸で新天地でっていうことなんで、多分イギリスのことなんですけど、このイギリスに、やってきて、で、君主ってなって争いを収めて、そういうふうなことを求めるというような、そういうような歌詞がついてるそうなんですが、このすごく世界観がやっぱり広いと思うんですよ、僕は。レッド・ツェッペリはね、でディープ・パープルですごい、世界観もちろんあるんですけど、とっつきいいんですけど、逆にこう、なんか僕は高校生の時はやっぱりレッド・ツェッペリンちょっと世界観が広すぎてよくわからなかったっていうところがありまして、その感じっていうのはね、この曲やっててすごい気づきがあったんで、その構成解説、ダブルの、実際演奏の方法ですね。で、僕が使ったパターンと、実演をちょっとやっていきたいと思います。それでは始めていきましょう。まずはですね、構成解説なんですけど、これはドントドパドン、ドントドパドンっていう、こう、ずっと演奏してるんですね。で、ベースの人もギターの人もドンドドタドンドドンってやることが多くて、で、僕もドンドドタドンドドンで踏むといいよみたいなお話もしてたんですけど、今回はそのドンドドタドンドドンをやめまして、ちょっとパターンを変えてみたんですけど、で、この2段目からあーっていうメロディーが入ってくるんですが、はい、こっからですね、ここをまず、メロディーが始まる。で、ここで一回途切れて、ちょっとグッと下がる感じがするんですね。で、こういうところで、じゃんじゃんっていうの、これはレコーディングバージョンが入ってないんですけど、ここちゃんと区切れて、歌を一緒にメロディー歌ってると、ここ区切りたくなるんですよね。で、一番サビみたいなところがあるんですが、ここだけですね、ジョン・ボナムがライブバージョンのやつでですね、ヨーロッパのライブバージョンですね、大きいところでやってるやつですね。あれではですね、ライドに行って、ドンドドパンツ、ドパドン、パドンっていう、この、特殊なパターンを使って、で、結構アドリブ長くやるんですけど、この間ずっとこれでグルーブし続けてるんですね。めっちゃかっこよかったんで、このパターンをあえてライドに行って使ってみました。ね。で、ここでブレイクして、で、この16引っ掛けがこうもうやられるんですよ。パドンみたいなところがやられるんですけど。で、1括弧入ります。ここ、1括弧ですね。ここからがあーの部分ですね。で、2回目は、ここからちょっと違う歌詞が入るんですけど、で、ここで、ここまで行ったらリピートで、また2番が始まって、で、今回は、この1括弧を省略しました。で、2括弧に入ったら、そしたら2括弧の最後から、じゃーんってセブンスでアプローチする。じゃーんって来て、で、また同じように、これ2小節、じゃーん、じゃーんっていう風に来て、で、これが、都合さっきのところの2小節と見ると4回分なイメージなんですけど、で、今度こっちは1小節ずつになるんですね。上から下に落とすみたいなイメージだったんで、僕はスネアとクラッシュでやりました。で、7回やって、最後8回目はドンドドタドンドドンで突然途切れる感じですね。これ数えてないと全然わかんなくなりますね。難しかったです。で、バスドラの、いつものお話ですけど、ヒールアップとヒールダウンっていうのがあって、で、このドンドドタドンドっていうのは、この僕はずっといつも解説、他のやつでも解説しますけど、ペダルの前の方を、1番、ペダルの後ろの方を2番って考えて、2番は、かかとを上げて、この1エネルギーで、この1番のところに向かう感じね。そうすると1エネルギーで、こう、なんていうんですかね、膝が1回しか落ちないけど2回踏めるっていう奏法なんですけど、そうすると、ドンドドタドンドドンっていう練習をしなさいって僕は話をよくしますね。で、この1だけだとこれ1だ。で、2が入ると必ず2と1は必ず、2、2っていうのは絶対ないんですよ。絶対踏めないから。2、1になるんですね、必ず。で、ここの1を、ここを、こう1、2、1って来たらここ2行きたくなるんで、ここ2行っちゃうと、要は足を引いてしまうと、ここで、なんかバランス崩してうまくいかない。必ず前を踏みます。単発は全部 1で踏んで、で、ここも、
続けるときはタドンドドン。ここまでで練習する。で、ここも、一つずつ足す。で、ここは、また1番。で、ここは2、1っていう風にやってください。ちょっとこれの、解説しますね。このバスドラがですね、もうこの当時超絶だと思われた。まあ、今はもうそのね、ジョン・ボーナムとかがやってるこの奏法とかが通常にいろんなところで情報が入ってきますが、当時はどうやってやってんだ、バスドラが2つがあるんじゃないかっていうふうに言われたぐらいですね。というわけで、この奏法なんですが、僕はスライドっていうのを使うんですけど、こんな電子ドラムで十分練習できます。しかもこのスイッチ式のやつね。これで全然できます。これダブル踏めないって言ってる人いますけど、かなりちゃんと作られてるので。で、スライドっていうのはですね、こう、1個目踏むときがこう、で、ダブルのときだけ1個手前引いてきて、で、こう、かかとを上げることによって、こう、太ももは1回しか落ちないけど、2発踏みたいと。で、これを練習するときは、要は最初ドンドドタドンなので、ドンドド、ドンドドタ、ここまで練習する。で、大事なのが、これ、ここ1で、ここが2で、さっき説明したやつね。1と2で考えると。で、そうすると、2は1回しか出てない。1、2、1。で、次も1なのね。これ良くなるのが、ドンドドタド。次が順番的にはこうなるから。こうなると、次が、こういう風に、これも混乱して踏めなくなるんですよ。なので、場所をちゃんと覚える。で、僕がよくおすすめするのは120を出して、で、これを、要はテンポ60になるんだけど、これ8分音符にします。で、こういう風に練習しておくと、これ例えば倍になっても、全然いけるんですね。なので、順番に120からこれテンポゆっくり、ドンドドタドンができたら、ドンドドパドン、ドンドドパドン、ドン。このメトロノームをテンポ20ずつとか10ずつ上げていくと、必ずできるようになります。で、練習するときはですね、できないテンポになったらちょっと戻る。で、これは僕、揺さぶり奏法って言ってるんですけど、120がすごくしんどいってなってきたら、140ぐらいで頑張ってやってみて、それから、120に戻すとかね。だから、自分ができないテンポ、さらに上をやってから、できなかったテンポに戻るとできるようになってたりとか、まあそういうやり方はあるにしろ、まあ最初はゆっくりからとりあえずテンポを上げていくっていうことがすごい大事ですね。で、ベースもギターもドンドとタドンドドンってやってます。なので、これ、ジョン・ボーナムがやってるパターンじゃないんだけど、ドンドドタドンドドンド。これ、最後の音を入れると急激にまた難しくなります。これやると急に難しくなるんだけど、これダブルが2回、2拍の間2回出てくるね。ドーン、ドドー、タドン、ドドン。ここまでで、要は、1、2、1、次、2、1なのね。だからこの切り替えの練習で、ドーン、ドドー、タドン、ドドン。これができるようになるまで。さっきのから一歩進んだら、ドンドドタドンドドンドドドンドドタドンドドンドド。2、1っていうのはこれで1打で考えて、1打ずつ増やしていく。ドンドドタドンドドンドドタドン、ドンドドタドンドドンドドタドン。最後はドンドドタドンドドンドドタドンドドン。っていう風に練習してもらえば早くなると思います。で、実際、まあ、僕が、何回かテイクでやってみて、一番気持ちよかったのはこれなんですね。ドンドドタドンと、ここにドタドと、ここ、まあ、ゴーストはちっちゃめですよ、音。ここもちっちゃめですね。で、このスネアの2をしっかり叩いて、ドンドタドンタ、ここですね、タドンっていう音が、ここに向かう感じが、このテンポでキープしてると、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。ワールド感が出るので、こう、あれこれごちゃごちゃごちゃ埋めるよりは、ずーっとひたすらこれね。で、ジョン・ボーナーもやってましたけど、この、レコーディングは結構大ハート淡々と叩いてるんですけど、これ、ダウンアップでしっかり叩いてるんですね。ライブの場合はね。
なのでライブの場合の感覚でちょっと叩いてみましたけど、これでずっとキープして、でさっきのジャーンジャーンで区切っていくと、まあ、余計なフィルムは全くなしで、もう世界観がブワーって広がっていく感じが非常にしました。まあベースとね、リオなんで、そんなにあれかもしれないですけど、ベースとリオでやっててもなんかワールドが見えてくるような素晴らしい曲だったと思います。はい、それでは最後に実演を聞いてください。黒田和義で、やってみたいと思います。イミグラントソングをお聴きください。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。